坂本香織、日本勢初の世界選手権連覇時刻で快挙。4年前の悔しさ晴らす、合計224.61点。フィギュアスケート世界選手権第3日、24日。埼玉スーパーアリーナ女子フリーが行われ、昨年大会覇者でショートプログラム、SP 首位の坂本香織、シスメイクスが145.37点の合計224.61点で日本勢初となる連覇を飾った。 同じ埼玉スーパーアリーナで開催された2019年大会は SP 通位から5位に終わり涙で声を詰まらせた。開幕前に4年前はこれだけやってきたから大丈夫って思える状態まで持っていったのに失敗をしてしまった。本番でできない弱さを痛感したのでそれがまだ悔しさとして残っている。同じ場所で同じ試合でこうやってもう1回リベンジができるので 上書き保存できたらなと思っていると意気込んでいた。あれから4年、悔しさを歓喜に変えた。19年大会はシニア2年目で迎えた初めての世界選手権だった。気持ちと体のバランスを保つのが難しかった。現地入りする3日前に緊張に襲われ、練習中に泣いてしまったほどだった。今年で4回目の出場。北京五輪で銅メダリストになり、世界女王にもなった。 自信がついてきたかなと思う。経験を重ね、成長を遂げ、埼玉に戻ってきた。